それは実在した。また一つ、都市伝説が真実になる。そしてこの事件、カリブ海のあの島へ繋がっている。今ネットでゆきの脇に剣山を置こうっていう運動が、 盛り上がってますいや、どういうことこれで、えの大谷翔平さんの問題で、通訳がなぜそんな大金を勝手に違法賭博のブックメーカーに送金できたのかっていう問題に、ひろゆきさんが、アメリカの銀行口座では、送金を他人が勝手に行うというのはかなり難しく、特に高額になるとオンラインでは処理できないはずだと。水原氏がハッカーであるか、大谷翔平さんが手伝ってないと、こんなことは無理が生じるよねって言ったわけですよ。 で、これに対して、あるアメリカ在住の日本人のお金持ちが、いや、そんなことないですよ、と。アメリカには口座によって特別階級が存在し、ドングルという装置があって、これで送金認証が出せると。このオンライン送金の上限は1500億円だから、7000万円とか余裕だよ、と。また、なぜ、この通訳の人が勝手に大谷さんの確認なしに、 口座を扱えたかという問題に関しては、このドングルも合わせて全ての情報を代理人に渡していたんだろうと。ちなみにこのお金持ちも第三者にこの情報を渡して使えるようにしてあるということなんで、どうやらこの通訳の人が勝手にお金を送金するということは可能なようです。まあ、ですんでね、私もあの、ひろゆきのね、PC のマウスのところに剣山を置いてやろうと。 思ってますね。思っておきたいだけです。ま、ドインボー業界では、あの野球選手をかばうために。 ね、この通訳の人に全てをなんて土陰謀も囁かれていますけど、まあ、真相は藪の中であり、ただ、アメリカメディアはどうやらこの大谷さんを何とかしたいと思っている模様で比較的批判的な声が多いと。まあ、それは質疑応答とかもしなかった点や、当日の通訳の方の英語がちょっとぶっきらぼうな感じで話していたということもあり、ちょっとアメリカ人に不信感を与えたんじゃないか、なんて言われているらしいんですけど、ただ 日本人はもう高校生の時から大谷選手大好きですからそんなことするわけねってみんな思ってるみたいです。まあこれね、推定無罪っていう言葉ありますけど、まあ、片や松本人志さんはいやもうやったに違いないだろうということでボコボコに叩かれ。ね、片や大谷さんの場合は絶対にやってないと。これね、同じ推定無罪でもやはりイメージってめっちゃ大事なんだなと思いまして私も歯並びイメージをなんとか死守して いきたいと思います。はい、方向性のミス。ま、あこれね、アメリカでもどんだけ騒ぎになってんのかなっていう話なんですけど、実は今アメリカではこの話題は正直、 全然報道されてません。なぜならもっとやばい案件がアメリカ内を侵犯させているから。ラッパーの大物、パフダディさんって人いるんですけど、今はプロデューサー業で、まあ、大金を稼いでらっしゃる方らしいんですが、彼の家に、スワット、特殊部隊が突入したというニュースが流れまして、一体何が起きたんだという話なんですよ。いや、実は以前からこのラッパーには黒い噂が付きまとっていたわけなんですよ。俳優のメルギブ ソンさんですよまあそれってアメリカのセレブたちがヤングたちに対していろいろと悪いことをしてるっていう内容の超衝撃的な作品だったんですけどこの中で「パフ・ダディ」が取り上げられていて若い少年たちと楽しんでいる様子やいわゆる矢の句を使って ヤンングたたちををコントローーールしているそしててていいるそ悪魔的なななあれののパーティーなどなどを、まあ、作品の中でで取り扱っていたんですよ実はこのラッパー、黒いアレスタインと呼ばれていて、その界隈では以前から危険視されていた人物だったんですよね。ちなみにこのスワットが突入した彼の自宅には地下室のようなものも見つかっており、これで何をしていたのかっていう話なんですけど、実はこのパフダディ本人はすでに にそこにはおらず身柄引き渡し権のない異国に自家用ジェットで逃亡したみたいですまあこれ確信犯なわけなんですが今この超有名ラッパーの悪行がアメリカ人を震撼させてるっていう話なんですまあ黒いアレスタインっていう話だったんですけど実はですね今年の頭にアレスタインのリストっていうものが公開されたんですよそのリストの中には元大統領とかそれから現役の IT 企業の会長とかやばい名前がいっぱい載っていたんですがこれって全て公開されてないんですよただ司法当局は内容を全て知っていてこのリストの中に実はこのラッパーがおりそれを元に今回の捜査になったって言われてますまあ余談ですけど今年1月に 本来だったら世界的な大ニュースになるはずだったこのなんとかスタインのリストこれ実は日本で三ヶ日に起きた事件によって全てあやふやになったって言われてるんですなぜなら実はこのリストにはある日本人の名前も書かれていたんだとかまあこのリストとにかくやばい代物なんですが今回実はそのラッパーについに試直の手が訪れたとしかしもちろん本人はいませんでしたという話でございます先ほど 地下施設っていう話したんですよね。この界隈では地下施設、地下トンネルはおたしなみと言われておりまして、悪い人の家には絶対にあるっていうノリになってます。怒られるぞ、お前。高のぼるとプレイイボーイの創始者 ヒュー・ヘフナー氏、大富豪なんですけど、実は彼の家にも地下トンネルがあったことはめちゃくちゃ有名です。それは推定数キロにも及ぶ謎のトンネルで、彼の自宅とある場所を繋いでるって言われてるんです。実はこのヒュー・ヘフナーという人物、 初代アレスタインと言われており、女性やヤングたちを使って、要人、セレブたちの弱みを握っていたという説があるんです。この地下トンネルはそれに使われていたと。そして、その役は、なんとかスタインに受け継がれ、あの島での悪行。そして三人目、黒いアレスタインと呼ばれる、パフダリ。 これ実は全てアメリカのリブ海のあのなんとかスタイン島っていうのは中東の六房星の国の肝入りで作られたまあなんとかトラップの施設なんですけれども実はそれ以前はハリウッドを中心に行われていたんですよ。 まあその場所がさすがにアメリカど真ん中でやるのは難しくなってきたから絶海のことに移っていったと。そしてこのなんとかスタイン本人がこの世からいなくなった。まあ生きてる説もありますけど、なってからは実はそれをこのラッパーが引き継いだとか、引き継いでないとか。わざわざスワットを使ってまでここを囲んだっていうのは相当にヤバい代物だったっていうのがわかります。 アメリカでは毎年約80万人のヤングが行方不明になるって言われてるんです。これ時間に換算すると40秒に1人出そう。もちろん全てが こういった、まあ、闇に囚われたとは思いません。まあ家出とか事故とかもあると思いますけど、それにしても多いと。そしてその多くが出てこないまま時間切れになっていくんです。絶海の孤島やハリウッドのあの家、そして今回のラッパーの地下室。 こういったところで、そのヤングたちが、点て点んてんてんなのかもしれないと。大谷翔平さんの問題も相当でかい問題ではありますが、もうもはやアメリカはそれどころではない。そもそもこのラッパーどこに行ったんだって話。まあ、ただ今回の一件が、年始の あのなんとかスタインリストを元に動いた話だとすれば、あのリストを闇に葬るっていう選択肢はなくなったのかなって思っていて、今後の捜査によっては、実は本丸のあの元大統領にまで届いてしまうかもしれません。しかし、アメリカ大統領選挙が近い今。 現役の大統領は未だあの党が権力を握っていると。そしてその党出身の元大統領。これは100%守りに来るでしょう。どうなっていくのかめちゃくちゃ見物なわけです。まあ、このなんとかスタインの別荘の家にかけてあった絵ですよ。ね、元大統領の B。彼が積み木で遊ぶ様子が描かれてる。 その積み木がまるでニューヨークのあの塔にそっくりで、それで遊んでいる元大統領っていう、この一枚の絵は一体何を示しているんでしょうね。そしてこれが実は六房製のあの国も関わってくるどん深い闇なのだとしたら、ここ数十年のいろいろな事件、戦、これすべて彼らの手のひらの上で動かされていたということになります。それはまさに あの島が暴略の島だったということを示す何よりの証拠なのです。ということで、ハロー YouTube、下根塚さんのニュースの猫釜には今日もねドンブカやめニュースを送れてました。昨日噛み切ってきました。めっちゃターボでしょ誰がターボやね噛み切ってくれた美容師さんと話してたんですけど、最近ちょっと仮屋崎じゃなくなってきましたねって言われて、おっと思って、洋識かって思ったんですけど、最近ザジーですよね誰がザジーや 大体合ってるのかるよ、わ正直、若い人にとっては、ヨシキもザジーもあまり変わらない説。曇りだけど、太陽に、わっかなう。わっかないけるいけるいや、勢いにも程があるだろ、これ。わっかな福山でよす。福山じゃないで知ってるってこと、そんなはずはないさ。